はい、どうも、丹沢健二です。はい、また3月29日にショーアップデートが来たんで紹介していきたいと思います。丹沢まず、サブバッグ、補助バッグ、スクールバッグが追加されました。いいね、やっぱりこれ背負ってるとなんか学生みたい。先を急ぎましょう。このバッグの使い道なんですけど、基本的にこのゲームは一つしかアイテム持てなくて、でもこのバッグを使うことによってアイテムを一気に二つまで運べるようになりました。多分大きさに制限があって、このラジカセは入んなかったんで、このリモコンをバッグの中にしまって、であとはこのバッグを背負って、でラジカセを手で持って二つ一気に運べることになります。いいね、便利。続いてはバッグの横にあったこの入れ物を紹介したいと思います。一応この2つ同時に運べるみたいです。これは武器を隠して持ち運びたいときに使えます。ちなみに剣だとこんな感じ、かっこいい。鉄くずだとこんな感じ。ちなみにこれがバット、ねえ、これがダンベル。なんかおかしくね。ダンベルちょっと上の方になんか、なんだこれ、なんていうのこれ、わかんねえ。はい、で消火器だとこんな感じ。これどうなってんのこれ。消火器のこの先端、握る部分の先端しか入ってないけど、これバレないの？全然隠れてないけど。あ、おはようございます。屋上に新たなオブジェクトが追加されたみたいですね。これ分かりますか？このパネル？モニターは何だ？何になるか予想して楽しんでくださいって書いてあったけど、分からん。はい、じゃあ次はこの家庭科室の、怖い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 んだけど。まあいいや、あいつは鹿として、ここの部屋がだいぶ変わったね。ここが洗濯かな。血ついた時の洗濯する場所。石鹸で手を洗いましょう。海外の人が作ったゲームなんだけど、すごいね、日本語だね。でもまだここ完成してないみたいですね。まだ未完成。今後に期待しましょう。はい、じゃあ次はゲージュ君の見た目がちょっと変わったみたいなんですけど、自分にはちょっとわかんない。前帽子かぶってたっけ。でちなみに前はこんな感じだったんだけど、前よりなんか自然な感じだね、髪の毛が。まあゲージュ君はこんな感じかな。はい、おはようございます。あ、丹沢です、はじめまして。はい、次はライバルちゃん、ラジオを消すとき走ってくるようになったみたいです。はい、おさなちゃんめっちゃ行っちゃってるよ、大丈夫？おさなちゃんのとこには行かせないよ。はい、消しに来て。はい、いい子です。あ、行っちゃった。え、早っ、なんか滑ってんだけど。じゃあな。もう食べられないよ。はい、じゃあ次はライバルちゃん、水飲み行く時にも走るようになったみたいですね。喉渇いて水飲み行くんですけど引っかかってんな。2階に水飲み場があるんでついていきましょうか。おお、なんで引き返すんだ。どこ行くの。2階だよ、水飲み場は。え、水飲み場は、ええ、消えたんだけど。どこで飲んでんの。え、何そのワープ。何それ。今の皆さん見ました。え、何のことかな。弁当は、いつもならこの状態で弁当を置いてからこの中庭の方に行くんですけど、今回弁当置いてないな。あれ、弁当置いてないよな。ちょっと確認しに行ってみようか。ある
いつ行ったの。 See you in the next video. じゃねー。